陸上の女子中長距離のエース田中希実選手が今シーズンの活動を振り返りました田中選手は4月第86回東京陸上選手権ワールドチャレンジワンマイルで1位にマイルの日本記録をマークします6月には第107回日本陸上競技選手権大会において 1,500m と 5,000m をともに優勝そして 8月に開催されたブダペスト世界選手権では 1500m で準決勝進出そして 5000m の予選では日本記録を更新しました決勝では日本代表選手として26年ぶりとなる8位入賞を果たしましたその翌月に行われたブリュッセルのダイヤモンドリーグでは8月に続き 5000m で14分29秒18でフィニッシュし日本記録をさらに更新しましたその結果 オレゴンで開催されたダイヤモンドリーグのファイナルレースに出場し、6位に入賞しています今シーズンを振り返って、率直な感想を教えていただけますかそうですね、本当に、まあ、怒涛のような1年だったなっていうのは思ってて、うんまあ、すごくいい時もあったし、悪い時もあったし。 まあだからこそ,そのすごく長く感じたようにも思うんですけど短かったようにも感じるなっていうのが正直なところでまあすごく結果だけ見たらすごくいい1年だったって捉えられるかなとも思うし私自身も充実してた1年だったっていうことは確かに言えるんですけどやっぱりその裏ですごく苦しんだ時間が多かったのでだからこそ そのなんだろうプロとしての厳しさとか普通,に、まあ、普通に1人の人間として生きるにあたってっていうことはすごく考えさせられた1年だったのでそれで、まあ、まだ成長できたと言い切ることはできないんですけどとても学びが多かった1年だったた年だなと思います今年のレースの中で1つ選ぶとしたらご自身で一番納得のいくレースはどれでしたでしょうか そうですね私自身の,その、まあ、心と体がちゃんと一致したなっていうレースは世界陸上の予選5 0 0 0メートルの予選かなっていうところが印象に残っていて、まあ、その時はすごく、まあ、精神的にはまだ不安とかもあったんですけど、まあ、最終的には行くしかないと思って走り出していたので。 それにすごくレース展開もハマって見てる人がどう望みらしいなって思えるような走りがあの時できたんじゃないかなっていうのはすごく思います。世界陸上の5000メートルの予選がすごく。今年はターニングポイントになった。レースかな？っていう風に思ってて。まああそこからそのなんだろう。 まあそこまでも一つ一つのレースの結果にこだわるということはやっていたんですけどその世界陸上の予選の後からは結果だけじゃなくてそこまでの過程とかもよりこだわれるようになったかなという部分は強く感じていてだからこそその後のレースも逆になんかレース当日にスイッチが入らないとかいうことがあっても普段を 丁寧に取り組んでるから思ったより走れたりとか逆にレースの結果が思ったより良くなくってもその、まあ、真摯に向き合った結果そうだから仕方がないって思えたりとかって思えるようになったっていう精神的な変化はすごくその世界陸上がターニンングポイントだったかなと思います、はい、今シーズンはプロとしての1年でしたが。 練習環境の変化や心境の変変化化や境などはありましたか練習環境自体は特に大きく変わった部分はないんですけどそうですね取り組み方としてもっとそのなんだろ伸び伸びと選択できるっていうところが去年までは違ってたかなっていうところでまあやっぱりどこか企業とか 学校とかに所属していたら思いついたことをすぐ行動に移すっていうのはできなかったり逆にこちらが提案することより相手に提案されることの方が多い立場なんですけどそれが今年はまあ逆になってこっちからやりたいことをどんどん思いついたら行動に移すっていうことが増えていたのでそこが。 なんていうか練習環境であったりとかレースのまあバンバン出ていくスタイルというのは今までとはまあ大きく変わっているようには周りには見えないかなと思うんですけどその中身というか取り組む気持ちの充実感というのはすごく変わってたんじゃなないいかなと思いますでは、こういった今年の経験を来年にどういうふうにつなげていきたいと考えていらっしゃいますか。 そうですね、まあ、今年はやっぱり海外のレースとかたくさん出ていたっていう印象はあるかなと思うんですけどその中でもまあ突然入ってきたレースであったりとかうーんと、まあ、転がり込んできたようなレースが多かったので来年はよりその今年出たような経験を生かして海外のレースをもっと計画的に組んで より着実にその競争する力というか他の選手と勝負するというところの力を高めていきたいなと思っているのと、まあ、ケニア合宿もすごくよりなんか今年2回目行ってみてより効果を感じられたのでそこももっと効果的に組み込んでいけるようなその、まあ、欧米の レースと、まあ、ケニアのちょっと泥臭いような合宿っていうサイクルをもっとうまく回していけたらいいなと思ってます。来年パリ五輪ということでそこへの具体的な目標だったりを教えてください。えっとまあ、今年の取り組みをより膨らませるようなことが来年したいと思っているのでそこでまあ なんだろうまあ、ケニア合宿も年明けから入れていく分その取り組みがより、まあ、パリオリンピックで、まあ、実ったら一番いいなというのは思っているんですけど、まあ、パリオリンピックでもまだ両方内定はしていないんですけど1500と5000の2種目で入賞以内というのを目指したいと思ってはいるのでそこに向けて スピードが主になってくるとは思うんですけど、まあ、スピードと実践力っていうのをとにかく上げていきたいかなっていうだからまあ合宿だけじゃなくって、まあ、アメリカの1500のレースとかで揉まれるようなことがもっとしたいなっていうふうには、まあ、そういったレースで持っていくっていうことを今は考えてます。こうたくさんのレースに出る中で 得たものそしてそのどういったこう充実感を得たからこそこう次の来期に向けてつながっていくかというところをやっぱり一つ一つのレースの質がとても高かったのでまたレースのまあ単純なレベルだけじゃなくて一つ一つの大会の雰囲気もなんかすごくいいものというか自分が 出たたいと思っって選んだレースが多かった分なんか調子が整っても整わなくてもなんかそこに向かっていく時間っていうのを大事にできたし、まあ、一個一個のレースに真摯に向き合うってなるとやっぱりなんか2日か3日に1回ぐらいレースだった時期はすごくなんか充実はしてるけど苦しい方が勝ってしまっている時期もあったんですけどその苦しみ自体も自分が選んでた部分でもあったので。 その苦しみに向き合う中で感情とかをまあ押し込める大事さっていうかまあ感情がやっぱり人を動かす原動力になるので感情はすごく大事なんですけどなんかそこをやっぱり信念に向かっていくには苦しみも伴うしその苦しみに向かっていく中では 絶対にその自分自身をなんていうか制御してしながらそこにまっすぐ進んでいかないといけないっていうところで何て言うか一旦その感情を制御する、まあ、今年は逆にそれができてない場面が多かった分その苦しみにのまれてしまってたところが多くて周りもすごく傷つけてしまったんですけどその時間があったからこそ今冷静になってみたらそういう感情を制御することで。 そのずっとなんかこれがあるからこの目標のために我慢しようって思ってたことはいつか必ず実るというか成就するのかなっていう部分は今改めて感じていてだからこそその苦しかった時間は今年の内容は意味があったのかなと思ってます。MDC の時にフォーム修正が、まあ っってきたっていうことをおっしゃってましたけれども言葉にできる範囲でどのようにこう変えてきたのかってあたり教えていただけますかうーん、まあ具体的にはなんか腕と足の連動というか、まあ、足で走るっていうよりはリズムで走るっていうかできるだけ力を使わないっていう部分ができるようになったのかなっていうのはあって。だから 腕で足を持っていくって言ってもその腕肩にすごく力を入れるっていうよりは今まで通り肩の力は抜いてるんですけどその腕でリズムを刻んで足もそのリズムに乗せていけるだけの鍛錬を日頃で積んでおくっていうことで、まあ、レース当日にそのまあなんか苦しくなっても何だろう 腕でリズムを作り直してからその、まあ、なんだろう今まで培ってきた力を信じて足を前に出すっていうことができるのかなっていうのがだんだんできるようになってきているとは思いますそのフォームをこう変えていく上でこう参考にしたまあ人であるとかものであるとか何かありますかうーん そうですね、どの選手のフォームも、まあ、なんだろう一番去年きっかけになったのはケニアに行っていろんな選手ケニアのいろんな選手と走ったことでなんかやっぱりこういうフォームがやってみたいって思ったのがフォームを変えるきっかけだったのでなんか誰がっていうのは特にはないんですけどやっぱり、まあ 黒人選手特有のフォームをなんかキピエゴン選手とかハサン選手がやってるのを見たらやっぱりその黒人選手全体に共通してるなんか独特のなんかリズミカルな動きっていうのがあるなって感じるのでなんかそこはすごく憧れますしでも逆になんだろう、まあ、自分のフォームを見返した時になんかすごく。 今までとは変わってはきてるんですけどやっぱり黒人選手の動きではやっぱりないしちょっと白人選手っぽいところもあったりとか日本人独特のところだったりとかがなんかもう残ってて逆にそこがいい感じでミックスされたらそれぞれの何て言うか人種の一番いい部分をミックスさせたフォームが。 なんか一番いいいいいいフォームなななんじゃないかなっていうのはは最近は思い始めていますやっぱりまあケニアとかに行ったら本当に普段の練習がハイレベルなのでその練習さえできるようになったらもう1,500からまあ1万やもしかしたらマラソンまで対応できるんじゃないかなっていうような練習をどの選手もやってるのでだからこそうんでやっぱり普段の練習の質を上げていくことが 大事かなと思っててだから、まあ、その持久力に振るとかスピードに振るっていうよりかはそのなんだろうレースは実践力だけ意識して出るとして普段の練習ではなんか、まあ、スピードも持久力も両方が鍛えられるような練習を常に質を、まあ、できるだけ高くできたら、まあ、それは強く なななるんじゃいいかっっててうのは思ってますそのマラソンっていうのも具体的にイメージできるようになったんでしょうかそこはそうですねまだ取り組みたいっていうほど具体的に思ってないんですけどなんか一緒にやっぱケニアで練習してた選手もなんかまあ2時間178分ぐらいで走れた選手がいてそのケニアの合宿の時はまだ2時間20分切ってなかったと思うんですけど、まあ、その選手 となぜか,なんかマラソングループと一緒に私練習していてトラック練習もそのマラソン選手の子たちと一緒に練習してたんですけどでもやっぱトラック練習だけでもそのマラソン選手のトラック練習なんですけどそれに全部つけただけでもなんか私はやったってなるぐらいなんかレベルが高い練習で。 で逆にその人たちのロードの距離走とかは全然つけなかったりとかしたのでなんか全然なんか今はマラソンしてもダメかなっていう、まあ、思うんですけど逆にその人たちの練習をそうやって身近で見たことであこうやって普段こうやってやってたら2時間20分切れるんだっていうのはなんかすごくヒントになりました。